はい、ありがとうございます。先ほどまではさやかさんの暗黒時代をお話しいただいて違うか違った国際協力に興味を持ったきっかけから大学院卒業までお話をお伺いしたんですけど、ここの動画では JICA 海外協力隊で何をしてたのかみたいなところまでお話をお伺いしようかなと思ってて、これ JICA 海外協力隊は何事迷いなく応募することができたんですかね。内定もらったところも受かる前に、うん、ごめんなさいって言って結局、はい、退路を立ってるから行くしかないと思って受けたっていう感じ。そうなんですね。じゃあ応募するじゃないですか、はい、応募した時はどういう職種で行こうと思ってたんですか。自分が HIV とかの感染症問題とかだったりしたから、うん、そういう公衆衛生の部分か、はいはいはい、あとはピアノとか音楽を自分も習ってきたっていうのがあったから、はい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 、そこで役立てるかなって思って、はいで、はい、青少年活動とかに絞って、はい、確かに。じゃあ青少年活動で結論いった感じですかね。そうですね、うん、ちなみに国はどこ行こうと思ったんですか。応募したきっかけが南米だったから、うんうん、ボリビアとか、うんうんうん、ニカラグアとチリだったから。じゃあ全部南米ってこと。全部南米で。そうなんですね。第三希望まで出して。じゃあ実際それで受かったところはどこだったんですか。ラオスいや全然わかんない。じゃあ実際自分が応募してないラオスだった。そうですね。まあ、でも迷いもなかったですか。あったラオスラオスは別に自分行きたくないかもなみたいな。どんな文化なんだろうとか、果たしてこの認知、うん、自分やってけんのかなとかすごい不安があったから、ちょうど日比谷公園であるラオスフェスティバルみたいなやつ、はい、そうそんなあるんだ。それに行って、うん、そこから決めようと思って、はいはいはい、行ってはい、いいかなと思って。どうでしたラオスフェスティバルは。ご飯食べてご飯美味しかったから、はいはい、辛くなったらご飯に頼ろうと思ってなるほどですね。あと割と親日国だったり、うん、そこで海外協力隊に応募して、うん、その人はラオスしか行きたくないって言ってたけど落ちちゃったっていう人と出会って、うん、こんなになんか人を魅了する国なんだって思って、うん、じゃあやっぱりこのチャンスを生かして、うん、自分の目で見てみようと思って。なるほど、行った感じなんですね、うん、ちなみにラオスの時に行った養成内容はどういう養成内容だったんですか。小学校とかで副教科の音楽とか図工とかそういったものがないから、児童館でそれを補う情操教育を担うっていうのが児童館の役割なんですけど、そこで音楽を教えるっていう養成内容でした。そうなんですね。ちなみにじゃあそのままラオスに行って上層教育の中の音楽みたいなのを学んでもらうみたいな話をされてたと思うんですけど、それ実際授業をするみたいなイメージだと思ってて、そういう経験って今までしたことあったんですか。なかった、それどうやって授業とかしたんですか。音楽の授業じゃなかったんだけど、はいはい、一応大学4年間で教員免許は取ってたっていう。マジそうなの。法学部ですよ、うん、法学部だけど取れるんですね。そう、社会系の免許はあって、はい、一応そこに枠立って考えたけど、はい、でも行ってみたら、はい、音楽教えるって言ってもスピーカーもないし、うんうん、キーボードあるって聞いてたけどキーボードも壊れちゃってて音が出ないみたいになったからどうしようかなみたいなので、はいはい、結局教員免許を取った時に書いたような指導書みたいなとかは全然自分には使う場面はそんななくて。あ、そうなんですね、うん、じゃあ実際何されてたんですか。実際は YouTube 見て、うん、みんなが踊りたいって言ったダンスの動画を一緒に踊ったりとか、うんうん、あとなんかキーボードが壊れてたけど太鼓の音だけ出るから頑張ってそれでリズムを取ってもらったりとか、あとはカルタ持ってってたからカルタで日本語を教えたりとか、全然音楽に限らずっていうような感じでやってましたね。そうなんですね、うん、実際ラオスでの生活感も聞いてみたいんですけど、うん、ラオスは公用語はラオス語。ラオス語を JICA 海外協力隊受かってから行くまでの研修所で学んで、はい、ね、そうなんですね。実際ラオスで英語を使う機会ってありました。ちらっと英語学んでるっていう人が、うん、ハローって言ってくるからかわいいって言って返すぐらいでほとんどラオス語でした、ね、そうなんですね、うん、自分にラオスは合うなっていうところと、うん、合わないなっていうところちょっと聞いてみたいなと思ってて、うん、合うところは、まあ、食事とか美味しかった感じですかね、うんうんうん、そうですね。食事もあったし、うんうん、家族をすごい大事にしている人たちも多かったし、うんうんうん、そういう文化とかは自分には居心地が良かったし、見てて癒されたし、うんうんうん、合ってるなっては思って
って、なるほどなるほど。でもそこも反面あるけど、うん、はい、仕事になると全然8時半出勤なのに10時になっても来ないとか、はい、なるほどね。あとトップダウンだから目上の人絶対だし、うん、職員私含めて2人出勤するっていう時に上司に呼ばれたから今から釣りに行ってくるねとか言われた時、釣りより仕事でしょって思って、なんかそこの優先順位とかは違うなって思ったかな、うん、なるほど。ちなみに活動で2年間やるわけじゃないですか、うん、一番印象に残ってることってありますか？子供が可愛くて何にもないところだったから、うんうんうん、散歩しようみたいになった時にすごい仲良くしてくれてた男の子2人、女の子2人がいて、そこの2人組もすごい仲良くて、そしたら4年生ぐらいなんだけど、うん、木に男の子が登ってお花を摘んで、うん、女の子の耳にこう刺してあげて人数分取って、はい、自分にも刺すし私にもくれて、はい、可愛いと思って、なんか男女仲良くとかって言われるのをもう飛び越えて、うん、この子たちにはマインドとして一人の人間として仲良くし合うっていうところをすごい感じて、うん、なんていい子たちなんだなっていやすごい面白いですね。そうなんだ。何にもないところで、でもお花が綺麗っていう感性を持ってて、それをみんなでつけようみたいな、うん、そういう感情というか気持ちもすごいピュアで素敵だなと思って、うん、そういう子たちを育ててるこの環境を守っていきたいなみたいなのを自分の中でもすごく感じたから、すごい印象に残ってます。なるほど、ありがとうございます。ちなみに嬉しいこともあると思うんですけど、うん、辛いこともありますよね。うんうん、辛いことって何があります？スタッフが来てくれないとかもあったし、毎日活動してて来てくれないなっていう葛藤があって、でもスタッフにも家族の事情があるから仕方ないなみたいなの思うんだけど、やっぱりこうお偉いさんが視察に来るってなるとみんな清掃して活動いつもやってますってなるから、ありのままの現状がジャイカの調整員の人にも伝わりづらいし、活動できてるじゃんみたいな感じになっちゃうから、そこのギャップをどう埋めるかっていう、どうやったら子どもたちにも情操教育っていうところの面の重要性というか、まあ、楽しさが伝わるんだろうっていうのをすごいもがいてましたね。なるほど、まあ、確かにこれあるあるですけど現地に入ってるからこそ見えることもありますし、出張でね来ただけじゃ分かんないことだっていっぱいありますよね。確かにそこのカットはめっちゃあるかなって思いますね。じゃあもうこの2年間の間で暗黒期は来なかったっていう理解で僕は大丈夫ですもう寝れなかった寝れなかったってどういうこと？音楽はピアノを学んできたとかあるけど、絵も描けないし日本語も教えられないやつが、間違った日本語教えちゃったらどうしようとか、本当に自分がこういうことをやっちゃっていいのかなみたいなのをずっと考えたりとかして思い悩んで、で寝れなくなって、娯楽とかもないからどんどん深みにはまっていくっていう感じ。どうやって解消したんですかそれ？親に電話して寝れないんだよねみたいなこと言ったら親がアロマ好きだったみたいなのもあったから、アロマを送ってくれて、ちょうど自分もラオスはやっぱタイの隣国っていうのもあって、タイはアロマトリートメントとかが有名だし、なんかそれでアロマを目にする機会も多かったし、植物とかの種を潰して自分の肌を保護するパックにしたりとかしてるのを見て、こういう自然の恵みを取り入れた生活とか香りを取り入れる生活自分もしてみたいなっていうのもあったから、それで親がラベンダーが寝る時にいいらしいからって言って送ってくれて、それでめっちゃ寝れると思ってちょっと暗黒期乗り越えるっていういやアロマで乗り越えたんですあ、そうなんですね。じゃあそっからは大丈夫そうでした？そうですね。あ、そうなんだ、うん、なるほど、ありがとうございます。ジャイカ海外協力隊に参加したのって、国際協力に携わりたいなと思ったきっかけから入ったわけですよね、その中で2年間活動すると思うんですけど、自分は2年間行ってよかったかなって思ってます？自分が地域の人に何ができたかっていうのは評価できないけど、自分にとってはいろんなものの見方とか考え方とかをたくさん与えてもらったから、そこは本当行ってよかったなって思ってます。なるほど、ありがとうございます。自分の価値観の変化って結構ありますか？そういう自然のものが好きなんだって、そっちに行ってから気づいたし
とか、はいはい、純粋に人のあったかさを感じて、うん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 、自分がそういう人の優しさにほっこりする人間なんだなってこう知ったりとか、はいはいはい、自分の中の新しい発見がたくさんあったから、うんうん、そういう面ではいつも自分には何ができるのかとか自分中心の考え方だったけど、うん、逆に言ってから自分ができることで人にどういう気持ちを持ってもらえるのかなとか自分ができることを知って相手にどんな気持ちになってもらえたら自分は嬉しいのかっていうところとかをすごい考えるようになったから、うん、そこはすごい変わったかなって思います。なるほど。じゃあ結構自分の中ではこの2年間は大きいものだったんですね、うん、そうですね。なるほど。もう少し聞いてみたいのが、うん、ジャイカ海外協力隊終わるじゃないですか、うん、終わった後自分はどういうキャリアに歩もうと思いました？自分がやっぱりアロマに癒されたっていうのもあったから、うん、あと子供たちが自然の中で遊んでるっていう風景を見て、うん、開発っていうとホテルが建ったり大きいスタジアムが作られたりっていうところが先行しちゃうんだけど自然資源を生かした開発もあるよなって思ったから、うん、自分はこのアロマを使ってでこの自然も観光開発の一要因になるんだよっていうところをアロマのクラフトとか作りながら子どもたちに伝えられたらいいなと思ってそこからアロマのことをもっとちゃんと勉強しようって思って、へえ、そうなんですね、うん、じゃあ自分が買われたアロマっていうところに自分が視点向いていったって感じなんですね、うんうん、そうですね。なるほど、ありがとうございます。ちょっと次の動画では今何してるのかみたいなところも含めてお聞きしたいなと思ってるんですけど、ここではジャイカ海外協力隊で何をしていたのかっていうところをお話しいただいたんで、はい、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。